駅名標。描かれたイラストは、大前寺玉垂れルの尾による、荒木駅は、福岡県久留米市荒木町白口にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は、JB18。一部の博多方面からの普通列車が当駅で、折り返すほか、快速列車との緩急接続も行う。また、区間快速列車の半数は当駅始発にとなる。かつては、 データイム、ハイヌズカ始発の上り快速は荒木まで先行。荒木で後続の大無田、背高方面からの都水木上り普通列車の到着を待って出発していた。開業当時の地名が由来。現在でも駅所在地の地名は久留米市荒木町である。荒木の地名の由来は諸説あるが、平安時代の書物和名称に荒木号の地名があることから古くから、 ある地名である。太閤期の真の居住したところに由来するとの説や、この地が湿地帯を開墾して作られた開墾地で、古代は深海と読まれていたのが荒木に転化したという説もある。島式ホーム2面4線を有する地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。ホームのない留置線もある。駅社会地区前の本屋側一番線ホームは宇品駅。 京都駅に次ぎ、日本で3番目、九州に所在するホームとしては最長の存在であった。これは口述する様に、当時の帝国陸軍久留米師団商兵の情報を容易にさせるために設計されたものだったと伝えられている。JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅で、駅舎内部には自動改札機や緑の窓口が設置されている。 2019年度の1日平均乗車人員は1384人である。ありがとうございます。